花ひりの木は、筒子界は何天属の落葉低木。有毒植物。高さ0.5から1.3メートルになる、落葉低木。若い枝はやや扁平になる。葉は紙質で、長さ1から2ミリメートルの葉平を持って個成し、葉芯は、楕円形、または長楕円形で、長さ3から10センチメートル、幅1.5から5.5センチメートルになり、 先は短く鋭く尖り、基部は円形、または朝新型になる。葉の両面にはやや硬い毛が生え、葉の円には長さ 0.5mm 内外の毛を持つ微小な巨子がある。下期は6から7月。新枝の先に相乗果樹を伸ばし、下向きの花を多数つける。果樹は長さ5から 15cm になり、果樹軸には短い毛がやや密生し、 果樹には線形、または線状皮神経の包容があり、下部のものは洋状になる。額は長さ1ト、mm、ルで、先端は深く5列し、列辺は三角状乱形となる。果敢は長さ4ト、mm、ルあり、壺型で、先端は浅く5列し、先は半極し、果敢の色は単緑白色になる。変種で赤みを帯びるものもある。有水は10本ある。果実は、 計4から 5mm の平田休憩の果てで赤紫色になり上向きにつく。果ては五室に深くくびれ、両端に多くの盲状突起がある細かい種子が詰まる。北海道、本州の東北地方から近畿地方までに分布し、山地帯から赤山帯の林園に生育する。地域的に比較的多くの編集が認められている。ジテルペンのグラヤノトキシンを前層に含む。 有毒植物で、誤食すると吐き気、下痢などの中毒症状を起こす。かつて早く木を乾燥させたものを粉末にして、組取式弁所のうじ殺しとして利用した。ワミオオハナヒリの木の由来は、その粉が鼻に入ると、激しいくしゃみを起こさせるのでついたという。くしゃみは、くしゃみの意味。ありがとうございます。